ある恋愛小説。あるいは恋愛は史上なり。ある婦人雑誌社の面会室。主筆。でっぷり太った四十前後の紳士。堀川康吉。主筆の太っているだけに、痩せた上にも痩せて見える三十前後の ちょっと一口には形容できないがとにかく紳士と呼ぶのに躊躇することだけは事実である。主筆。今度は一つうちの雑誌に小説を書いてはいただけないでしょうか。どうもこの頃は読者も高級になっていますし、在来の恋愛小説には満足しないようになっていますから。 もっと深い人間性に根ざした、真面目な恋愛小説を書いていただきたいのです。安吉。それは書きますよ。実はこの頃、婦人雑誌に書きたいと思っている小説があるのです。そうですか。それは結構です。もし書いていただければ、大いに新聞に広告しますよ。 織川氏の筆になれる愛縁極まりなき恋愛小説とかなんとか広告しますや。愛縁極まりなきしかし僕の小説は恋愛は史上なりというのですよすると恋愛の賛美ですねそれはいよいよ結構です栗谷川博士の近代恋愛論以来 一般に青年男女の心は恋愛史上主義に傾いていますから。もちろん近代的恋愛でしょうね。さあ、それは疑問ですね。近代的会議とか、近代的盗賊とか、近代的白髪染めとか、そういうものは確かに存在するでしょう。しかし、どうも恋愛だけはいざなぎいざなみの昔以来、 あまり変わらないように思いますが。それは理論の上だけですよ。例えば三角関係などは近代的恋愛の一例ですからね。少なくとも日本の現状では。ああ、三角関係ですかそれは僕の小説にも三角関係は出てくるのです。ざっと筋を話してみましょうか そうしていただければ好都合です。女主人公は若い奥さんなのです。外交官の夫人なのです。もちろん東京の山手の邸宅に住んでいるのですね。性のスラリとした、物腰の優しい、いつも髪は、一体読者の要求するのはどういう髪に言った女主人公ですか 耳隠しでしょう。じゃあ耳隠しにしましょう。いつも髪を耳隠しに言った色の白い、目のさえざえしたちょっと唇に癖のある、まあ活動写真にすれば栗島スミコの役どころなのです。夫の外交官も新時代の方角師ですから、心波悲劇じみたわからずやじゃありません。 学生時代にはベースボールの選手だった、その上、道楽に小説くらいは見る、色の浅黒い高男子なのです。新婚の二人は、幸福に山の手の邸宅に暮らしている。一緒に音楽会へ出かけることもある。銀座通りを散歩することもある。もちろん、震災前でしょうね。ええ、震災のずっと前です。 一緒に音楽会へ出かけることもある。銀座通りを散歩することもある。あるいはまた西洋間の伝統の下に無言の美少ばかり交わすこともある。女主人公はこの西洋間を私たちの巣と名付けている。壁にはルノアールやセザンヌの複製などもかかっている。ピアノも黒い銅を光らせている。 鉢植えのヤシも葉を垂らしている。というと、多少気が利いていますが、家賃は案外安いのですよ。そういう説明はいらないでしょう。少なくとも小説の本文には。いや、必要ですよ。若い外交官の月給などは、鷹の知れたものですからね。じゃあ、家族の息子に押しなさい。 もっとも家族ならば伯爵か子爵ですね。どういうものか、公爵はあまり小説には出てこないようです。それは伯爵の息子でも構いません。とにかく西洋間さえあればいいのです。その西洋魔か、銀座通りか、音楽界かを第一回にするのですから。しかし妙子は、 これは、女主人公の名前ですよ。音楽家の達夫と懇意になった以後、次第にある不安を感じ出すのです。達夫は妙子を愛している。そう、女主人公は直覚するのですね。のみならずこの不安は、一日増しにだんだん高まるばかりなのです。達夫は、どういう男なのですか タ夫は音楽の天才です。ローランの書いたジャン・クリストフと、ワッセルマンの書いたダニエル・ノートハフト等を一丸にしたような天才です。が、まだ貧乏だったり何かするために誰にも認められていないのですがね。これは僕の友人の音楽家をモデルにするつもりです。もっとも僕の友人は美なんですが、タ夫は美なんじゃありません。 顔は一見ゴリラに似た東北生まれの野蛮人なのです。しかし目だけは天才らしいひらめきを持っているのですよ。彼の目は一階の炭火のように普段の熱をはらんでいる。そういう目をしているのですよ。天才はきっと受けましょう。 しかし、太古は外交官の夫に不足のあるわけではないのです。いや、むしろ、前よりも熱烈に夫を愛しているのです。夫もまた太古を信じている。これは言うまでもないことでしょう。そのために、太古の苦しみは一層募るばかりなのです。つまり、私の近代的というのは、そういう恋愛のことですよ。 タ夫はまた、毎日伝統さえつけば、必ず西洋前顔を出すのです。それも夫のいる時ならば、まだしも苦労はないのですが、太子の一人留守をしている時にも、やはり顔を出すのでしょう。太子はやむを得ず、そういう時にはピアノばかり弾かせるのです。もっとも夫のいる時でも、タ夫は大抵ピアノの前へ座らないことはないのですが。 そのうちに恋愛に陥るのですかいやあ、容易に陥らないのです。しかし、ある2月の晩、達夫は急にシューベルトのシルビアに寄する歌を弾き始めるのです。あの、流れる炎のように情熱のこもった歌ですね。太古は大きいヤシの葉の下にじっと耳を傾けている。 そのうちにだんだん、達夫に対する彼女の愛を感じ始める。同時にまた目の前へ浮かび上がった、金色の誘惑を感じ始める。もう五分、いや、もう一分経ちさえすれば、妙子は達夫の貝菜の中へ体を投げていたかもしれません。そこへ、ちょうどその曲の終わりかかったところへ、幸い主人が帰ってくるのです。 それからそれから一週間ばかり経った後、妙子はとうとう苦しさに耐えかね、自殺をしようと決心するのです。が、ちょうど妊娠しているために、それを断行する勇気がありません。そこで、達夫に愛されていることをすっかり夫に打ち明けるのです。もっとも夫を苦しめないように、彼女も達夫を愛していることだけは告白せずにしまうのですが。 それから決闘にでもなるのですかいや、ただ夫は、達夫の来た時に、冷ややかに訪問を謝絶するのです。達夫は木年と唇を噛んだまま、ピアノばかり見つめている。妙子は、戸の外に佇んだなり、じっと忍び泣きをこらえている。その後、二月と経たないうちに、突然感銘を受けた夫は、 シナのハンカオの領事館へ赴任することになるのです。タエコも一緒に行くのですかもちろん一緒に行くのです。しかしタエコは立つ前にタツオへ手紙をやるのです。あなたの心には同情する。が、私にはどうすることもできない。お互いに運命だと諦めましょう。大体いいそういう意味ですがね。それ以来タエコは、 今日までずっと達夫に会わないのです。じゃあ小説はそれぎりですね。いや、もう少し残っているのです。太子はハンカへ行った後も、時々達夫を思い出すのですね。のみならず姉妹いには、夫よりも実は達夫を愛していたと考えるようになるのですね。いいですか太子を囲んでいるのは、 寂しい繁華王の風景ですよ。あの塔の最高の詩に、聖戦歴々観葉樹放送生成大無臭、と歌われたことのある風景ですよ。太古はとうとうもう一度、一年ばかり経った後ですが、達夫へ手紙をやるのです。私はあなたを愛していた。今でもあなたを愛している。 どうか、自ら欺いていた私をかわいそうに思ってください。そういう意味の手紙をやるのです。その手紙を受け取った達夫は、早速、市内へ出かけるのでしょう。到底、そんなことはできません。何しろ達夫は、飯を食うために、浅草のある活動写真館のピアノを弾いているのですから。 それは少し殺風景ですね。殺風景でも仕方はありません。達夫はバスへのカフェのテーブルに太古の手紙の封を切るのです。窓の外の空は雨になっている。達夫は放心したようにじっと手紙を見つめている。なんだかその行の間に妙子の西洋間が見えるような気がする。 ピアノの蓋に伝統のうった、私たちの巣が見えるような気がする。ちょっと物足りない気もしますが、とにかく近来の傑作ですよ。ぜひそれを書いてください。実はもう少しあるのですが。おや、まだおしまいじゃないのですかええ。 そのうちに達夫は笑い出すのです。と思うと、またいまいましそうに、畜生などと怒鳴り出すのです。ははあ、発狂したのですね。何、バカバカしさに合を煮やしたのです。それは合を煮やすはずでしょう。元来達夫は、妙子などを少しも愛したことはないのですから。 しかし、それじゃ達夫はただ、太子のうちへピアノを弾きたさに言ったのですよ。いわば、ピアノを愛しただけなのですよ。何しろ貧しい達夫には、ピアノを買う金などはないはずですからね。ですがね、堀川さん。しかし、活動写真館のピアノでも弾いていられた頃は、まだしも達夫には幸福だったのです。 達夫はこの間の震災以来巡査になっているのですよ。護憲運動のあった時などは善良なる東京市民のために袋叩きにされているのですよ。ただ山手の巡回中まれにピアノの音でもするとその家の外に佇たずんだまま儚い幸福を夢見ているのですよ。それじゃあせっかくの小説は。 まあ、お聞きなさい。妙子はその間もハンカオの住まいに相変わらず達夫を思っているのです。いや、ハンカオばかりじゃありません。外交官の夫の転任するたびに、上海だの、北京だの、天津だのへ一時の住まいを移しながら、相変わらず達夫を思っているのです。もちろん、もう震災の頃には、大勢の子持ちになっているのですよ。 えーと、年後に双子を産んだものですから4人の子持ちになっているのですよ。おまけにまた夫はいつの間にか大酒飲みになっているのですよ。それでも豚のように太った妙子は本当に彼女と愛し合ったものは達夫だけだったと思っているのですね。恋愛は実際至上なりですね。 さもなければ、到底太鼓のように幸福になれるはずはありません。少なくとも、人生のぬかるみを憎まずにいることはできないでしょう。どうですこういう小説は。堀川さん、あなたは一体真面目なのですかええー、もちろん真面目です。世間の恋愛小説をご覧なさい。 女主人公はマリアでなければクレオパトラじゃありませんか。しかし、人生の女主人公は必ずしも定女じゃないと同時に必ずしもまた陰プでもないのです。もし人のいい読者のうちに一人でもああいう小説を真に受ける男女があってごらんなさい。もっとも恋愛の円満に成就した場合は別問題ですが、万一失恋でもした日には 必ずバカバカしい自己犠牲をするかさもなければもっとバカバカしい復讐的精神を発揮しますよ。しかもそれを当事者自身は何か英雄的行為のようにうぬぼれきってするのですからね。けれども私の恋愛小説には少しもそういう悪影響を普及する傾向はありません。おまけに結末は女主人公の幸福を賛美しているのです。 冗談でしょう。とにかく、うちの雑誌には到底それは載せられません。そうですかじゃあ、どこか他へ載せてもらいます。広い世の中には一つくらい、私の主張を入れてくれる婦人雑誌もあるはずですから。安吉の予想の誤らなかった証拠は、この対話の。 ここに乗ったことである」。